2021年のベストコスメファンデーションからマークジェイコブズのリマーカブルファンデーション。これね、使い方さえ抑えれば本当に最強 でこのファンデーションはね、もう2本目なんだけども、最初は全然お気に入りじゃなかったんですよ。やっぱりカバー力はすごい高いんだけども、普通塗ってるとちょっと笑ったりとかするときにほうれい線のとこに入っちゃったりとか、あんまりこの持ち具合とかもまあまあかなと思ったんだけど、このね、適切なブラシと塗り方を抑えたらこれにかなうものは本当になくて、色素の配合率がすごく高いんですね。 37% だったか 40% 近くあるんですね。で、基本的にカバー力が高くなればなるほど色素の配合率っていうのは結構高くなります。例えばティンティッドモイストライジャーみたいな、すごくこの水っぽいウォーターベースのもうさらっとしたね、化粧水みたいな感じで少し色がついてるようなものっていうのは色素の配合率が低いんですね。だからすごく素肌の透け感とか透明感とかも出たりするんだけども、逆にこのファンデーションとかクリームファンデーションとかコンシーラーとかどんどん行くにあたって色素がしっかりと入ってるのでカバー力も高くなるんですね。で、このファンデーションはものすごく色素の配合率が高いんだけども、だけどもすごく薄くピターっと伸びてくれるんですね。で、それを活かすことができるブラシがあって、このアーティスブラシですね。私が持ってるのは7番のタイプなんですが、これが本当に高いカバー力を薄くピターっとね、綺麗に伸ばしてくれるんですね。なのでこのコンビネーションで使った時の仕上がり、もうとにかく一つのね、ドットでやってるのでつける量はものすごく少ないんだけども、カバー力があるからしっかりカバーしてるようにも見えるし、そして乗っているファンデーションが少ないからこの崩れもあんまりないんですね。で、つける量はもちろんね、人によって調整することもできるんだけど、私はほんの少し使うことで長持ちしてすごくカバー力もしっかり出すことができてます。もちろんよく見れば細かいシミとかあるんだけども、全体的な印象でこの大体が綺麗になってればいいかなって思うタイプなので、これを使うときは基本的にコンシーラーとかも一切使わないでいます。なのでこれがベストコスメですね。次、ジャクリンヒルから出ているプレストタイプのセッティングパウダーなんだけども、これは肌をとっても滑らかに見せて粉っぽくならないタイプなんですね。で、ただこれね、ちょっと注意ポイントがあって、こうやってブラシとかでつける場合、結構これね、色もつくししっかり取れるので、軽く多めにのせてしまうと仕上がりはとっても綺麗なんだけど、時間が経って下からオイルが出てきた時の崩れ方が綺麗じゃないんですね。だからしばらくこれ使わなかったの。あ、いいと思ったんだけど崩れ方綺麗じゃないなと思ってやめたんだけども、こういった濡らしたビューティーブレンダー、これ固く絞って、これをもう薄くね、ポンポンポンと取って、さらに余分なものを手の甲で取って、それからしっかりとね、こうのせてあげると、もう薄くピタッと、そしてかなり滑らかな肌になって、全然崩れないし綺麗なままでいてくれるので、ね、これはね、粉タイプのセッティングパウダーとかね、よく使ってただけに本当に楽だし、旅行の時とかもこれ簡単にね、使えるのでかなりお気に入りです。なので適切な使い方をすれば最高にいいものなので、ちょっとね、持っても崩れ方とかいろいろ気になるなとかいう方いらっしゃったら、こういったビューティーブレンダーにしてみるとか、つける量をね、調整してみるとかで、いろんな使い方にちょっと試されてみてください。私のおすすめはこのね、柔らかめのビューティーブレンダーを固く絞って少しだけ取ってね、しっかりと肌にのせてあげるっていうのがとってもおすすめで大好きです。次、アイシャドウパレット、こちらのダネッサマイリックスから出ているライトワークボリューム3になります。もうこの中にはマルチクロームって言われてね、光によって色味が変わるものがたくさん入っていたりとか、ディオクロームとかものすごく特別なものが詰まっているものになっていて、私もインスタグラムとかでよくこの景色を見て、それでちょっとアイルックに応用したりとか、いろんなルックを作るときにちょっとアクセントで使ってあげたりしてもとっても綺麗だし、あとは普通のね、今日みたいなメイクで真ん中のこの色味をね、使ってたりもするんですけど、ナチュラルにも使うと思ったら使えるし、あとはね、アクセントにも使うことができるし、すっごくこれはおすすめのパレットになってます。で、この詳細のレビューを上げているので、概要欄のリンクからぜひ見ていただきたいんですけど、とってもおすすめのパレットになってます。そして次もアイシャドウパレット、もうこれはね、私のことを知ってる方はもう簡単に想像ができているパレット、そうです、このね、ビジアートのエディトリアルブライズになります。もうビジアートっていうのはね、もともとプロに向けられて作られたブランドになってるんだけども、 CEO の方がものすごくね、敏感肌の方で、全部ね、肌に優しいもので作られているっていうのがとても大きいのと、とにかく私はマットが好きなんですね。正直しまうとこはそんなんでもないかなって思うんだけども、他のブランドでもね、たくさんいいのはあるんだけど、マット、特にこのカラーのものに関しては他のブランドだと出すことができないね、この絶
妙な淡くね、ほんのり広がったりとか、しっかり色を出したりとか、もう調整が自由自在に効くし、ブレンドもものすごく綺麗にできるので、もうこれにかなうものは私にとってはないです。よくねアイシャドウパレットとかでもいいんだけど、これがもうちょっとあったかみのあるブラウンだったらなとか、もうちょっとこのクールトン色のブラウンだったらなとか、こういろいろあると思うんだけども、そういった時に例えばねあったかみを出したいなと思ったら、ちょっとこの辺のオレンジとかピンクをほんのりと上からかけてあげると、ピンクオレンジを感じないんだけども、ちょっとあったかみがあるような感じに変わったりとか、もう調味料みたいな感じです。もうちょっとだけ入れることで味がこう引き締まったりとか、全体のバランスが取れたりとかすると思うんだけど、かといって入れるとその調味料だけの味になるっていうわけじゃないじゃないですか。まあ、ちょっと入れると入れないのでは全然違ってくるんだけど、これは私にとってね本当にそういったもので、で今日のメイクとかでもこの際のブラウンの上にほんのりとここにあるエメラルドグリーンの色味をちょっと上からねふわっとかけてあげたりとか、下まぶたのところに関しても淡くねこのオレンジとかピンク赤この辺を混ぜて少しねこうのせてあげたりとかしていて、だけどビジュアートのこのパレットは本当に淡く綺麗にベールがかかったようにのせることができるから、ナチュラルメイクをする人こそ私はおすすめしたいです。でこのパレットもねレビューをしっかり出しているので、ぜひね概要欄のリンクから見ていただければと思います。そしてもう一個、まあ、これはね昨日出したナターシャ・ディノのランキングビデオで1位に入っていたゴールドパレットっていうものなんだけども、とにかくねここに入っている私はブラウンをよく使うことがありました。今日のメイクでもトランジションカラーとかベースはこの辺りのブラウンを使っていて、際もねこの辺のブラウンを使って、上にほんのりねビジアートを使ってやってるような形です。まあ、ちなみに今回のメイクで紹介するものは私の顔に全部乗っているので、まあ、こんな感じに見えます。そしてブロンザー、これはアワーグラスから出ているアンビエントライティングブロンザーになります。でよく使ったのがヌードブロンズライト、この色味になるんだけど、基本的にこのブロンザーはブロンザーの上に仕上げでかけてあげるような形で私は使ってます。なので他にもね持ってるブロンザーがあるので、その日のねメイクとかでブロンザーをのせた後に仕上げにねこれをふわっとかけてあげる形でつけると、とってもね滑らかな感じに見えてくれるので大好きで使ってます。まあ、このアワーグラスのブロンザーに関しても全色レビューを載せていますので、概要欄のリンクからぜひ見てみてください。そしてハイライト、ハイライトもねアワーグラスなんだけども、こちらのアンビエントメタリックストローブライティングパレットといったものになって、メタリック系のね色味が3つ入ってるんだけど、もう結構私が使う時は全体的にこうバーッと混ぜて、それでねのせてあげるってやり方が好きだったりもします。でもちろん使うブラシによってもね乗り方が変わってくるんですけど、私はねこの博報堂から出ている柔らかいタイプのねものを使ってるんだけども、とってもね肌に馴染んで、そしてツヤ感も綺麗に出てくれるので、よく使って大好きなパレットです。そしてフィニッシングパウダー、全体的にメイクが完了してその後に肌の質感をふわっと変えてあげたい時に使うものが、このアワーグラスのアンビエントライティングパウダー。基本的にこのタイプのパウダーっていうのは特にファンデーションのセッティング力とかはなくて、それよりもこのメイクが終わった後に肌の質感をねふんわりと変えてくれるような役割をしてくれるフィニッシングパウダーなんですね。こうやって大きめのブラシで取って、そしてこの全体的にねこのふわっとねつけてあげるような形、もうこれをつけてあげるとなんとなくフィルターがかかったような感じでね肌が柔らかく見えてくれるのでとっても好きだったりします。そしてリップライナー、これはナターシャ・ディノーナから出ているリップクレヨンになってるんだけども、とっても滑らかで色も気に入ってね大好きなものになります。最後口紅、ナターシャ・ディノーナのヌードリップクリームタイプのものになるんだけど、でこれはすごくねおすすめということで教えていただいて買ったんだけど、塗り心地がとっても滑らかなんですね。それがものすごく気に入って、で今回のメイクでもベースにねこの口紅を塗っていて、そして上にパッドマックグラスのディバインローズのね色味っていうのをつけている形になるんだけど、新しくねまた色を買おうと思っていて、まあ、でも私これから引っ越す予定があるので、ちょっとねもうちょっと落ち着いてからナターシャのこれは他の色味は結構買おうと思っているものになります。ということで2021年残りわずかになりますが、本当に今年も皆さんありがとうございました。どうか良い年越しをお過ごしください。ということでまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。